全部あえてください。ゆり子はね、こうやってひねってやると。どうも、もやし野郎です。なんで思考シリーズを最後残してしまったんだろうっていうのはね、後悔の念でいっぱいでございます。本当にでも大丈夫、このもやしナムル最高に酒飲めっから。イエス。今回はですね、こいつを使った至高のもやしナムルでございます。もやしナムルっていうと、いろいろまあ作り方あると思います。シンプルな料理なんですけどね。でもシンプルな料理こそが左右されるんです、作り方に。私、今回ですね、もやしナムル何回も作って、もうこれだっていう定番のもやしナムル作りましたんで、今回はそれを皆さんにぜひともお教えしたい。しかも至高なのに簡単です。ということでやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料紹介ってた？材料紹介お願いしますって言われてたんですけど、もやしだけ、これと調味料だけ。じゃあ作っていきます。このもやしナムルを作るのに何が重要かって、つまみじゃないですか、やっぱり。で、ナムルっていうのはやっぱ韓国の料理なんで、じゃあちょっとシャミスルでいきたいな。いってみます。ということで、やっていきたいと思います。で、この至高のもやしナムルっていうのはね、ものすごい簡単。なぜかと言ったら、簡単にしたんです。料理っていうのはね、手間をかけて美味しいのは当たり前なんだ。どれだけ手間をかけないで美味しくできるかが一番料理研究家の勝負なんです。ナムルは基本的には茹でるんですけども、レンチンでいきます。今回はもしガラスボウルでやる方はラップしてください。僕のはラップしなくてもこの蓋かぶせればいいんで、これで2分40秒温めます。温めていくうちに僕は、じゃあ皆さん2分40秒でお願いします。はい、それでいきました。パカン。はい。で、これね、すっごいね、熱さを持ってるんですよ。でももやしってすごい火の通り早いんで、で、これね、で、ここにさっきチンしたもやしをこうパーッと入れてます。で、これ何するかといったら、冷水で冷やすんですよ、これね。冷水で冷やして、このもやしは十分レンジで火通ってます。で、これを絞っていく。本当はね、茹でてこのザルにやってやるんだけど、まあそれはもうお湯沸かすのも結構時間かかっちゃうし、しかもシャキッと感が残ってる。まあ触ったら分かります、シャキッと感まだ残ってるな。で、よーく水に浸したらギュッと絞る。ギュッギュッ、これめっちゃ重要ですから、皆さん潰しちゃってもいい。むしろね、ちょっと潰した方がね、味が絡む。見た目はすっごい水が切れた感じ。これでやっていきます。はい、じゃあやっていきたいと思います。ちょっとね、洗うのめんどくさかったんで、これもちょっともう持ってきました。調味料入れていきます。まずお塩小さじ1/3、大体これぐらいかな。で、結構僕はお酒飲みなんで、お塩は濃いめです。濃いよなと思う方は塩ね、ちょっと減らした状態でやってください。で、お砂糖、これ重要です。ナムルにあんまお砂糖入れないと思うんですけど、お砂糖これ1/3入れます。砂糖入れることでコクが生まれます。コク、甘みをつけるというよりはこれ1/3っていう少量なんで、コク出しです。そしてここにごま油です。ごま油はナムルにも絶対欠かせないもんなんで、こいつは、小さじ2杯、ここに入れていきます。はい。で、ここに味の素 1,2,3,4,5 6振りです。もやしっていうのは旨味を持ってないんですね。旨味を持つ調味料を入れた方が断然にお酒に合いますし、と日本人好みの味付けになりますので、グルタミン酸入れてください。そしてここに持ってる方でいいんですけど、ナンプラーね、小さじ1/3、ちょっと。ナンプラーって醤油よりしょっぱいんですよ。だから小さじ1/3、この少量のナンプラーめっちゃ効きます。もしナンプラーなかったら、ちょっと多めの醤油で代用も可能なんですけども、できればね、ナンプラー使って全部あえてください。全部あえたら器に持ってきますからね。お好みで少しニンニクをやってもいいんですけれども、まずこれで食べてもらって、ニンニク後で出そうと思っていくらでも足せるんで、最高に酒飲めるし、最高にね、焼いた肉とかも合うんでね。いりごまね、こうやってひねってやると香りがパーッと。ということで、至高のもやしナムル完成でございます。じゃあ僕、今週のもやしナムルができましたので、食べていきたいと
いただきます。いただきます。これだと思うわ。あえてニンニク入れてないんですよ。でもナンプラーの旨味と香りの広がりすごくてめっちゃうまい。これはね、酒飲み専用ナムルですね。これだけのためにね、ナンプラー調味するのありますよ。これ焼肉屋さんのナムル全部これにしてほしい。うまい、マジでうまい。キースや、乾杯。食べてください。いただきます。うん、おおぜーつまみとかだね、これは。パンチめっちゃ効いてる感じするでしょ。効いてる。でもニンニク入ってないよ、これ。ちょ、ラー油。ラー油やって。俺もこれで飲むか。うまっ。ニンニクいらん。最高うまいや、うん。これなんか焼いた肉巻いて食ったらうまいよ、これは。この威力は分かりますか。分かりました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最高です。チェス。チェス。はい、ということですね。至高のもやしナムル、これ本当においしい。ナンプラーね、皆さんお家にないと思いますけど、スーパーにあったらありますんで、ナムル作るためにだけ買っていただいても全然おいしい。OK でございます。さあ、かけてください。セイです。わあ、今日金麦飲んでるからな。で、金麦、さあ、そうそう飲み終わりにします。ああ、俺は早くカメラの画面の前のみんなとね、乾杯したいんじゃ、俺は。みんなー、龍翔兄さんだよ。龍翔兄さんが今からチャミス飲むからね。でもなんかこのチャミスが最近なんかスマブラをさ、収録後やってて、スマブラやった後にみんなで負けたやつが このグラス一杯何か飲むみたいな、そういう大学生みたいな飲み方をしてて、その時にずっとチャミスル飲んだ時に結構酔うなっていうのに気づきました。はい、ということで、ナムルを作るためにチャミスルを飲んでいきます。いってきます。ちょっと俺がホムラで負けた時のトラウマが蘇ってくるんだね。ということでやっていきたいと思います。